ト製薬公式 YouTuber のデボセイココロです。弟のオトです。今回の企画は新入社員の皆さん必見、ココロオリジナルの研修ビデオ。イエーイ。皆さん企業に入社すると研修ビデオなるものを見ることが多いんですよ。研修ビデオ、そう、研修ビデオでね、研修ビデオっていうのはルールとかマナーとかをみんなに学んでほしいっていう意味で見せるんだけどね、うん、ウェブ社員のみんなにもそのルールとかマナーとかを学んでほしいビデオを通してということで作ってきたの。うん、うん、私と音が協力して。そうなんですよ。まあ青い欲はね、ちょっとロートのオフィシャルに認定してほしいなっていうところはあるんですけれども、大きく出ましたねまあね、そんなねビデオを私と音作ってきたので、はい、作ってきました。早速見てください。どうぞどうぞ。皆さんこんにちは。今日から皆さんはロート製薬の一員となり、日々責任ある仕事に取り組んでいきます。そのためにまず社会人として知っておくべきマナーやルールを一緒に学んでいきましょう。よし、今日から僕もロート製薬の職員、仕事頑張るぞ。こちらは新入社員のネバセイオト君。これから初出勤を控えて気合十分みたいですね。なんて言ってたら、やっべえ、遅刻遅刻。おやおや、出勤時刻に間に合わないみたいですよ。そんなことで大丈夫？あぶねえ。10分遅刻だけど、これくらいならセーフだな。おはようございます。ちょっとちょっと、たとえ10分でも遅刻は遅刻ですよ。時間を守るのは最低限のルール。万が一やむを得ない事情で遅れそうな場合は、相手への事前報告を怠らないようにしましょう。さーて、バリバリ仕事するぞ。オト君、遅刻を取り返すためにも頑張ってね。あ、電話だ。もしもし。もしもし、お世話になっております。丸抜商事の山田と申します。お世話になっております。私、ロート製薬のネバセイと申します。すみません、緊急事態で御社の機密情報を教えていただきたいんですが、よろしいでしょうか？おー、弊社の機密情報ですか？承知しました。メールでお送りしますね。よろしくお願いします。あ、でもちょっと待ってください。あ、はい。それは PDF でよろしいですか？もちろんです。承知しました。それではロート製薬の機密情報、早急にお送りします。よろしくお願いします。よし、初仕事、機密情報を送るぞ。ちょっとちょっと、オト君、根本的に間違ってるよ。相手の身元も確認しないまま機密情報を送らないよう注意しましょう。 PDF とかそういう問題ではありません。仮に送るとしても、事前に上司の許可を取ってからにしましょう。多分ダメだと思いますが。ふう、仕事疲れたな。てか、ちょっと待って、もう昼休みじゃん。初日だし、豪勢に寿司でも食べちゃおうかな。先輩、俺ランチ行ってきます。あら、オト君、入社後初のランチに向かうようですね。先輩お疲れっす。休憩戻りやした。てか、先輩 SNS やってます？俺のことフォローしてくださいよ。ちょうど今、寿司とビールのうまさを140文字で表現したところなんで。え、大丈夫ですよ、安心してください。ちゃんとハッシュタグロート製薬つけてますって。やべえ、俺マジデジタルネイティブ。ちょっとオト君、もう人としていろいろ間違ってるよ。午後のお仕事もあるのにビールを飲むなんてもってのほか、そしてそれを SNS にアップするなんて言語道断だし、ハッシュタグで会社名つけるなんて絶対ダメ。あと、そもそもお昼休憩4時間って休みすぎじゃない？よし、午後の仕事も頑張るぞ。オト君、今度こそしっかりお仕事頑張ってね。先輩から教えてもらった仕事の振り返りをして、残ってるタスクの確認と。オト君、真面目にやってるみたいだね。その調子その調子。あ、そうだ、せっかくロート製薬に入ったんだから、この会社のことを深く知りたいな。会社資料に目を通しておこう。自分から積極的に情報収集をするなんて偉い。感心感心。へえ、
ロート製薬は商品の販売だけにとどまらず、多くの人の健康という広い視野を持って、さまざまな事業に取り組んでいるんだな。そうそう、目薬やスキンケアのイメージが強いかもしれないけれど、食や医療などの分野でも皆さんの健康を守っていけるように日々努力を重ねているのよ。ん？なんだこれ。広報の一環として活動する公式 YouTuber ネバセイココロ、チャンネル登録してくださいって書いてあるけど、まあめんどくさいししなくていいか。いや、してよ。皆さんが元気になれるような情報や面白企画満載でお送りしている良質な YouTube チャンネル、ロート製薬に入ったからには絶対にチャンネル登録しましょう。ロート製薬に入らなくても絶対にチャンネル登録しましょう。皆さんいかがでしたか？今回は最低限知っておくべきルールやマナーをご紹介しました。周囲に迷惑をかけず気持ちよくお仕事ができるようにしっかり心がけていきましょう。以上、良質な YouTube チャンネルを運営していることでおなじみのネバセイココロでした。さようなら。いや、素晴らしい。驚異のクオリティ。いや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 、ダメでしょこれは。え、何がダメだった。ダメだろ。え、何が何が何が。え、大丈夫なのこれ。ちゃんとあれでしょ、マナーとかルールをさ、そう学んでもらうんでしょ。いや、大げさに伝えないと。例が悪すぎるでしょ。いやいや、あれぐらいやらないとみんな分からないの。俺の役だって、もう社会人としてっていうか人としてダメだろあれ。人としてダメだけど、いや、まあね、とネバサイのみんなに人としてダメになってほしくなかったの、私は。いや、まあそれはね。そう、だからああいったことを音にもやってもらいましたよ。いや、まあ頑張ったけどさ、大丈夫かなこれ。え、大丈夫大丈夫。みんな多分絶対学んでくれる。あ、これはダメなんだなっていう。これみんな当然知ってるよ絶対。改めてね、ちょっと改めて、そう、改める必要あったかなこれ。改める必要ある。もうこのクオリティだから。いや、まあどうしよう、公式にちょっと採用され。いや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 、無理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 。いや、無理じゃない。絶対無理だよこんな。いや、いけるよ。まあとにかくロートに限らずですね、今年から新入社員として働く方はこの動画を見てしっかり学んでください。はいはい、それでは皆さんバイバイ。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、ツイッターを見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。